さて皆さん、今回の映画では映画30周年記念作品でもあり、しんのすけの出生の秘密も描かれた作品でした。そこで映画のテーマにちなんで、ゲストの皆さんの出生の秘密に迫るべく、それぞれ幼少期のお写真をお持ちいただきました。しんちゃん、気になるよね。気になる気になる。みんなの出生の秘密に迫っちゃうぞ。迫りましょう。秘密もクソもないけど別に。では順にスクリーンに移してまいりますね。それではまずは川栄さんのお写真お願いします。どうぞ。あらかわいい、かわいいだこれは。なんかひまに似てるじゃん。ちょっと似てるかな。皮だね。これいつ頃のお写真ですか。1歳半ぐらいなんですけど、はい、私生まれた時からデコが長すぎて、はい、デコ長いね。はい、両親がびっくりするっていう、はい、確かにデコ長いよ。顔が下にありすぎるそんなことない。すごい。いや、CG で伸ばしたみたいな合成写真みたいな。はい、だから脳みそがすごい詰まってるってちっちゃい頃から言われてました。縮めたらなんか縮まったけど。いや、これは髪の毛もちょっと少なかったのかな。ちょっと面白いね、この人。本当に面白い顔してました。これはなんかご家族でどこか外に、これね、これはお父さんが釣りがすごい好きで、はい、いつも休みになると川でバーベキューをして、お父さんがお魚を釣ってたので、そうですね、その時の写真です。ちょうどゴールデンウィークの思い出、ね、家族のゴールデン、はい、ね、バーベキューの思い出とおっしゃっていましたから。ちょっと長いな。すごい可愛らしいです。お写真ありがとうございます。お願いします。